だ続くよ。ダックテイルズディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。俺様はティガー、世界一の虎、弾む体に陽気なティガー、だが一緒に飛び跳ねないか。世界一の虎は俺、僕たちがティガーみたいに飛び跳ねるのは無理なんだよ。ティガーにもどこかに家族がいるでしょ。どこかに俺の家族がいる。一人ぼっちのティガー、みんなでティガーを励まさなきゃ。そうやってティガーになろう、ティガーになろう。俺の家族からだよ、遊びに来るって。いつも笑顔でしまじに。みんな君が喜ぶと思って。ティガーの家族の木はな、絶対どこかにあるんだから。ティガー、おい。ティガームービー、プーさんの贈り物、25日金曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー。あれ何？鳥か？飛行機か？いや、スーパーヒーローパンツマンだ。彼にはとんでもない秘密がある。この人、校長先生、催眠術をかけるぞ。パンツマン、パンツマンに、ジャッジャッジャーン、高かった高かった。実は生徒のいたずらでスーパーヒーローになったと思い込んだ。だから飛べない、戦えない、ダメだこりゃ。スーパーアホだな。世界はまさに滅びようとしている。だが生徒たちの大ピンチに、なんとすごいパワーが。最高だ。果たしてこんなヒーローが世界を救えるのか。スーパーヒーローパンツマン、27日日曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。ロックスターのシマリス3兄弟、シマッピーズ。じゃあ行くぞ。アルビン、サイモン、セオドア。俺たち超すごいぞ。スターの日常はノリノリで、ね、はちゃめちゃアルビー。びっくりの連続。アルビン&シマッピーズ、月曜日から金曜日昼3時30分から。新エピソードまたまた始まるよ。ダックテイルズディズニーチャンネル。ちょっと待って、おかしい、なんだかずれてる、ここはどこだ、そうだ別の次元。ちょっと待って、おかしい、なんだか楽しい、なんだってここは別の次元。イエーイ、虹とジャーベリー、犬とジャーベリー、パパ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 。ちょっと待って、おかしい、なんだかずれてる、まだまだ続くよ。アクババスタースターバタフライ、ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。父さんはポセイドン、海の神だ。神と人間の子供、バシー・ジャクソン。水がお前に力を与える。彼には特別な力が。君の身が危ない、稲妻を盗んだと思われてる。俺は盗んでない。消えた稲妻によって運命が動き出す。オリンポスの神々は分裂して世界で戦いが始まる。すぐに行かなくちゃ。世界を救うため、これは罠だ。稲妻を取り返し、稲妻を渡せ。お前は特別なんだ。神秘の力を解き放て。よかった、俺はポセイドンの息子だ。パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々、26日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。幽霊が現れる時、俺に任せろ。待っててね、今行くから。さあ始めよう。輝くパワーのヒーロー現る。フューリー、クラッシュ、ミスター、ゴーストフォース。ゴーストフォースが助けに来てくれたわ。気をつけてね。ドラゴイル、ブーヤー。ゴーストフォース、月曜日夕方5時、2話目は新エピソード、ヘイイッツミラクルタイムで。3月5日から、
毎週土曜日朝11時は面白くてかわいいリアルな動物の姿が楽しめる、それがディズニーチャンネルアニマルワールド。野生の動物やかわいいペット、ワクワクする映像がたっぷり。にゃんてこった。ディズニーチャンネルアニマルワールド、3月5日土曜日朝11時から放送スタート。またまた始まるよ、悪魔バスタースターバタフライディズニーチャンネル。まだまだ続くサルファースプリングスの秘密、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。父さんはポセイドン、海の神だ。神と人間の子供バシー・ジャクソン。水がお前に力を与える。彼には特別な力が。君の身が危ない、稲妻を盗んだと思われてる。俺は盗んでない。消えた稲妻によって運命が動き出す。オリンポスの神々は分裂して世界で戦いが始まる。すぐに行かなくちゃ。世界を救うため、これは罠だ。稲妻を取り返し。稲妻を渡せ。お前は特別なんだ。神秘の力を解き放て。よかった、俺はポセイドンの息子だ。パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々、26日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。マダガスカルの諸君よ、あのキング・ジュリアンがまさかの主役。わがままジュリアンは、お前がキングだよ。最高のな、最高の王様に、なれるのか。まだ分かってない。バンザイキングジュリアン、水曜日夕方5時から2話連続、2話目は新エピソード。 Hey It's Miracle Time で。気になるのは友達のこと、大丈夫、宿題のこと、マリネットならできる、家族のこと、ね、なんて声かけたらいいと思う、男の子のこと、それからその全てを守ること。変身いくよ。パリの大空に正義の花が舞う。僕が間に合って助かったんじゃない。一人でも平気なのに。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、平日夕方6時、ディズニーチャンネル Hey It's Miracle Time で。久しぶりのメッセージね。頑張って一人前の立派な魔女になって必ずママの元に戻るからね。リーダとキングの過去は謎を追うリリス。リーダもきっと喜ぶはず。そして覚悟はいいか人間よ。衝撃の新展開。ありがとうルース。はいママ。アウルハウス火曜日夕方5時から2話連続、2話目は新エピソード。ディズニーチャンネル Hey It's Miracle Time で。またまた始まるサルファースプリングスの秘密、ディズニーチャンネル。